アキピテル・ジェンキリーズ・オオタカは、タカモク・タカカに属する鳥類で、中型の種である。名前は、大きさからではなく、羽の色が青みがかった灰色をしたタカを意味する、アオタカに由来する。日本における、タカ類の代表的な種である。古コ今コ、タカといえば、オオタカを指すことが多い。オスの全長約50センチメートル、メスの全長約60センチメートル、翼海鳥。 約100から130センチメートル。大きさとしては同じ高かである飛びよりも一回り、小さく、カラスと同程度であるが、尾葉は長いのが特徴。小さめの体は森の中で木々や茂みの間を飛行する際に有利であるほか、長い尾葉は空中でのブレーキや方向転換に役立つと考えられている。幼鳥の体毛は褐色をしているが、 成長になると頭からお葉にかけた上面らが灰色になる。灰色の体毛は光の当たり方によっては青っぽくも見えるため青鷹と呼ばれるようになり、これが名前の由来となった。日本の亜種は白い眉藩と黒い眼帯が特徴である。北海道ではユーラシア大陸の亜種が往来するので別種とされていたが、現在は本州の亜種と同じものとして扱われている。 大高の分布域北アフリカからユーラシア大陸、北アメリカ大陸にかけて分布する。日本列島では南西諸島、南方諸島を除く全域に分布する。流暢として終年生息する大高もあるが、一部の大高は越冬のため南下を行う場合もある。平地から山岳地帯にまで生息している。 気象能力が高く、中小型の鳥類や小型哺乳類を空中あるいは地上で捉える里山の猛禽類である。食物連鎖の頂点に位置するため、生態系の自然が健全でないと生息が困難であったが、現在では都市部にも進出している。飛ぶ速さは水平飛行時で時速 80km、急降下時には時速 130km に達する。 一度狙いをつけた獲物は必要に追い続け、それゆえ狩りの時間は長くなることもある。1日に一度の狩りで食を満たすことができる。1980年代まで滅多なことでは森から出てこなかったが、野鳥の保護により人を怖がらなくなり以外中に進出している。2009年には東京近郊のダム湖では大鷹が体格的に五角のカラスを飼っていると報道されている。 首都圏の大高について、日本野鳥の会でも、情報の収集を行っている。東京では都心に近い明治神宮や、上野恩賜公園にも定着し、都市部でドバトや、ムクドリなどを借り、時にはカラスの古い巣を土台に餌装して繁殖する、第二第三世代が誕生している。都市部進出の背景には、保護による個体数増で餌をめぐる競合が厳しくなったことが、 あると推測されている。優れたハンターであることから、厳しい訓練を経た後、高狩りに使われた。高狩りは、忍徳天皇の時代にはすでに行われており、江戸時代中期には盛んに行われた。現在、国内の大鷹の捕獲が禁止されているため、海外から輸入される大高で、伝統技術の承継が行われている。日本国内では、生息地の大規模開発などによって、 数が激減し、1984年の調査で約400羽とされ、絶滅の恐れも指摘された。そのため、1993年に種の保存法が施行されると、大高は気象野生動植物種に指定され、保護対象となった。結果、数は急速に回復し、2006年にはレッドデータブックから外され、2008年の調査では、 関東地方とその周辺だけでも生息数は約5800羽が確認された。2017年8月には気象や生動植物の解除が決定された。解除の施行は2017年9月となる。個体数の増加を理由とする指定解除はルリカケスについで2例目となる。なお、規制解除後も鳥獣保護法に基づき、学術研究などを除き、捕獲、 流通、輸出入は規制される。ありがとうございます。